みょうさんとしーちゃんの配信見ながら、皆さんこんばんはです。皆さんこんばんはです。よろぶん。さあ皆さん、今日はね、みょうさんの YouTube の生配信に出させていただいて、すっごいね嬉しいですよ。すんごく本当に、今もね配信を見ながら見ております。ね、卒業発表しましたし、しーちゃんね、みやおさんもしーちゃんもね、ちょっとね今卒業ラッシュだから、 AKB のファンのみんなとか、特に昔からの AKB を知ってるファンのみんなはちょっとみたいな、なるよね。卒業はしてましたか？それはね、私も知ってたじゃ知ってたんですけれども、なんていうのかな、ほんとふとした瞬間に知ったというか、あ、お風呂沸いたわ。そうね、私的にはやっぱり先輩メンバーと仲いいというか、仲いい人たちが卒業発表今結構やってるんで、ちょっとね寂しい気持ちがちょっと勝っちゃうよね。なんか見送りたいというか、なんかまあそういう気持ちもあるんだけど、私はずっと今日はみょうさんの配信を出演してない時から見て、でなんかまだ私が出演してない時からなんかちょこちょこコメントで治療のこと書いてくれたりとか嬉しくて、でそういうのを見たり、あとノエとかの激辛のやつも見てたし、でその後ちょっと30分で TWICE の新曲を覚えるっていうのもやらせていただいて、ちょっとモモとしてやらせていただいたんですけど、気持ちはまあでも本当に難しすぎてちょっとサビくらいしか入れられなかったんだけど、今も見てます、ミャオン兄の配信。あ、ももいみだ、マウミ、マウミももいみだ。そう、でもみゃおさんがその韓国にねちょっと行くみたいな話とかを卒
知らなくて、もう卒業するっていうのは知ってたんだけど、みんなのねそれぞれの道、なんかなんとなくは分かってたんですけど、明確にはちゃんとそう知らなかったから。すっごくかっこいいなとも思うし、応援もしたいなとも思うんだけど、やっぱ寂しいね。日本にこうすぐ会える環境ではないところに行ってしまうのは、だけど絶対ファンのみんな嬉しいんだろうなとか、ミャオさんのこととか考えたらすんごいかっこいい選択だと思うし、ミャオさんしかできない選択だと思うから、それは本当に尊敬します。ね、でも本当に生配信の時にコメントを見たりするんだけど、もう韓国語たくさんあって、だから韓国でミャオさんのこと待ってる人もたくさんいるんだろうなと思ってミャオダン、ね、私も本当はファンミーティングとかさしたかったんだけどね、ちょっと時が流れすぎちゃって。表情が暗く見えて心配だったまあ寂しいんだけど、全然なんていうのかな、なんかすごいなっていう、なんかもう語彙力なさすぎなんだけど、半分以上韓国語だね。私も韓国語がちゃんと喋れるようになればね、もっとさいろんな人と会話できたりっていう幅が広がるんだろうなって思った時に、語彙力の壁を感じましたね。半分以上は韓国語だった。ダンスよかったよ、ありがとう。もう覚えちゃった。ミャチョは永遠。だからそう、卒業する前にミャオさんと YouTube もコラボしたり、いろいろ思い出をたくさん作ろうかなって思ってます。アンニョン、ヨロブン。コロナがね、コロナだったりなんとか株みたいなのが落ち着いていれば、もっとねメンバーみんないろいろ幅広く活動できたんだろうなって思うんだけど、チオチャンネル感謝祭はいつね、ちょっといろいろしたいなと思ってるので、まあ来年の2月とかに、私が多分2周年目かな、 YouTube 開設して
2周年目になるので、そのタイミングで生配信とかできたらいいなって個人的には思ってるんですけど。みやおちゃん、しーちゃん、しぎちゃん、寂しくなるね。そうだね、一気に私の仲いいところが卒業してしまうので、本当に特にしーちゃんとかみやおさんとかが作り上げてくれたバラエティ的な部分がね、ごそっとこういなくなってしまうから、そこをね私が埋められるようにちょっと頑張りたいなって感じですね。来年はみやちょの応援がめちゃくちゃ好きなので、そうだね、ぬえぴーももう一回呼んでください。ノエもね、そうだね、卒業発表をしてて、で2月とかかな、ノエも。だからそれ以降でチャンネル呼びたいなと思ってるね、楽しみにしてて。ね、音パチとかもね今はやってるんだけど、みやおさんがそういうのとかもやっぱりそういうラジオとか喋れるメンバーとかがごっそりいなくなってしまうので、少しでもね埋めれるようになれればいいんだけどね、私が。また違うからな、みやおさんとかしーちゃんとかと、私のなんかそのバラエティ要素、そう前ね新大久保に行ったやつはノエと一緒に行ったやつあげてるんで、そうコロナになる前なので、それ楽しみ、ちょっと見てない人見てね。ジオタン会話で次のバラエティメンバー、いやでもね意外と結構バラエティセンスあるメンバー多いので、どんどん出てくるといいけどね、これから。そうセンスがあってもこうね自虐とかさ、そういうのはしたくないじゃん、アイドルだとさ。そう、ゆきりんさんがいてくれてるからね。ねえ、ほんとに。これから中には何をしていけばいいのでしょう。まあ私はや私のやりたいことをやっていくっていう感じだけど、でもまあそうだね、そんな感じかな、まあ、みんなそれぞれねないものがあると思うので、それを強みに頑張ろうかなって感じですね。あれこれ考え事が多い夜ですね。だってこんばんは、やっぱ考えさせられるよね、身近な人の卒業とかそういうのがやっぱり周りであると、まあ夜は無駄に考えなくていいことを考えてしまうみたいな。センスがあるメンバーをめったにいない。やさぴー
ちゅうさん、まだまだ頑張ってくれよ。まだまだ頑張るよ。よろしくね、みんな。まだまだ頑張るから。チュイラップもう一度 TikTok で。TikTok 持ってないんよ。やるべき TikTok。わ、私4日連続配信してんだ。すごい。ああ、HKT や AKB のオーディションもやってるんだ。両方受けるの。両方受けて大丈夫だったら受けていいと思うよ。もう自分のやりたいようにやった方がいい。後悔のないように生きていった方がいいと思う。一番。やらないよりやって後悔の方が絶対いいから。そうですね。もう人生経験的にも。演技力高い。ウレピー。みんな心配してくれてる。ありがとう。大丈夫だよ。元気やなよ。여러분괜찮아。そんなに私さ、もう上の位置におるんかな。でもまだまだ12期とかいますから。そうだよ。ユーカルンもいるし、トムもサッホ。サッホはまあ13期だからほとんど一緒だしね。まだまだ行ってくれてるメンバーいっぱいいる。何か変えたいと思ってるの？うん、常に変えたいと思ってる。同じ人生嫌だもん。ちょっと刺激があるようにしたいから、いろんなことになるべく挑戦したりとか。だから今までさ、プロレスやったりもしたし、なんかもう漫才も出たし。え、どこ目指してんのって感じだけど、それも全部刺激というか経験につながればいいなと思って全部挑戦してるから。意外とやってるんだよ私。本当に他にもね、出したらね、ジェイクでも R1 グランプリとかも出てるし、一人でも挑戦してるし。M1 出た、女芸人 W も出た、 R1 も出た。めっちゃ出てない私。でプロレスの興行もやって、で今海外のオーディション番組にも出て、んー、あと何したか。大きなもので言えば、なんかしたっけ。なんかいろんなことしてるつもりっちゃつもりなんだけど、いっぱいあります。
でもまあね、舞台もねやらせていただいたり、コメディもやらせていただいたり、うん、やってた。あ、映画もね、そう、主演でやらせてもらったり。あ、意外といろんな経験してるんですね、私。そう、海兵隊もやってる海兵隊もやってるやん、私。トリノに行って、ダンボールで船作って漕いだり、ドラム缶も回したり、もうほぼネモースやけど、それもしたし、本当に私っていろんなことを一応やってるっちゃやってるし、挑戦はしてるよね。めっちゃやってない？アイドルのね、職業って本当すごいよ。いろんな経験できるから。で、普通の仕事してたらそんな経験できないもんね。海兵隊って這いつくばりながら泥を顔面にこうやってかけられて、もうやったし、メンタルすげえよメンタル強いんかな。まあ強いんかもね、強い方だと思う。あーね、セブ島もあったね。1日19時間配信を1週間とかねやってたしね。めっちゃやってるやん、私いろいろトイレ行くのも1分切って、その間にトイレ行ってとかやって、大変。朝5時に起きて、で、なんかそれ魔法にかけられたのか分かんないけど、終わったのに朝勝手に5時起きて配信してて、でも記憶なくて、で気づいたら別にその配信ボタンを押してないけど勝手に配信してる自分がいてみたいな、ちょっとおかしかったマジで。そうね、スペインのなんだっけ、アイドル漫画フェスティバルみたいなやつにも参加したり、鍛えられてますね私。そうね、タイの大統領に会いに行ったり人生おもろ。すごない？でも楽しかったな、いろんな人生を迎えてる、世界中で。いやだからね、コロナの前だったから、まあ、コロナじゃなかったらもっと今でも海外とかいろんなねとこ行けてたりするんかな。確かにそもそも HKT から AKB に移籍したっていうところから始まったからね。そっからまあ人生は変わりますよね。人生のターニングポイントってみんなさ3回くらいはあるよね。ここで人生変わって、ここで人生変わってみたいな。だから私はとりあえずまあ HKT に受かったところ、 AKB に移籍したところで、あと1個が多分あるんだろうけど、それが多分ねいつになるのかって感じですけれども、皆さんまだいるのでご安心を。いつも心配される、卒業するんじゃないか、卒業するんじゃないか、勝利は卒業しないでね、言われる。まだ卒業しないから安心して。卒業するってなった時は匂わせた方がいいかな。安心しました、よかった。まだいるんかいとも言われそうやけどな。
の試合は寂しそう。本当？ねえ、頑張んないとね。とりあえずそのしーちゃんとかみおさんとかねいなくなってからの AKB とかもね、ちょっと頑張って盛り上げたいなと思います。私なりに。肩からキャラメル食べるやつ好きなのやめないでください。どういうこと？もうなんか勝手に卒業みたいになってるので違うからね。そうでもね、私の周りのさ仲いい人たちがさ卒業発表とかしてるから、みんな多分心配してくれてるんだろうけど、まあね、確かにね、考えるよ、ああもうみんなそういう風に卒業して次の人生を旅立っていくんだみたいな感じになるけど、でもまあね、それぞれ自分のタイミングっていうものがありますから。卒業おめでとうで、ミャオさんに対してかな。チオリオン2が面白すぎるってみんな言ってたよと。ああ、ちんちゃよ。意外とあの 12.5 期だから全然12期よりも後輩なんだけど、言ってしまえばね。だからなんか結構上のなんていう先輩メンバーみたいに見られがちなんだよね。なんか分かんないけど、私とトムがいたらトムの方がまだなんか若手に見られたりとか、なんでっていう。なんで先輩感があるんだろう。ミューポンより後輩って感じはない。だからユカルンより後輩みたいな。なんでなんだろう。YouTube 生配信イコール卒業のイメージがついた。やりづらくなるじゃん生配信。注意。まあ HKT の1期生だからかな。誕生日後卒業のイメージだって。まあそうなっちゃうよね、みんなそこで発表しちゃったりするからさ。まあそのイメージがついちゃうのもわかるよ。あ、でもそうかも。私の仲いいメンバーがもう先輩ばっかだからさ、仲良くなると私もさ普通にもうなんか友達みたいな感じでタメ口で普通に喋ったり
アンニンとかエナッチとかもそうだし、まあ年齢が近いっていうのもあるんだけど、やけんそれで先輩っていうイメージがついたりするんかな。しーちゃん、みやおさんも仲良かったからね、それはありそう。それは本当にありそう。だってトム、アンニンに対してアンニンさんって言ってるもん。なんで私はアンちゃんとかアンニンとか言ってんだ。あとエイちゃんとかも仲良かったからさ。でイズリナなんてさ、先輩なのにさ、おいイズリナとか言ってさ、それだ、絶対それだ。そうだ、村重卒業しようとこれから HQ で静かになっちゃうねえ。だからまた新たな HKT というか、また次の、あ、村重第2号じゃないけど、それも楽しみだよ。チョリの人柄めちゃくちゃ好き。チョリって呼んでる人もうおらんのよ。ねえ、いいのかどうなのか。どうなんやろうかな。先輩から可愛がる、なんか行きやすいんよね先輩の方が。なんか後輩やとさ、ちょっとこう気使わしたりするかなとか考えたり、でもこう先輩やったらさ、自分がなんかはいってこう行けばいいだけやから、行きやすいっていうのもあって、なんか気づいたら先輩との方が仲いいみたいなことが多いって感じかな。でも今は後輩が多いけん、ちょっとね、っても自分が上から数えたら早いぐらいになっちゃって、あ、いいですね。卒業は通過点だと思いますよ。卒業しても押しますから。素敵、それは嬉しい。うん、人柄であり個性だと思う。そうだよね、それもそうだよね。先輩の重さを感じるの、感じるね最近は特に。めっちゃ感じる。なんか当たり前じゃないのを実感した時に重さを感じることが多いかな。この状況でチョリタイムどころではないかも。でもね、見てるよ、いいねしに行ってるからね、ありがとう。やってくれてる人たちは本当にありがとう。先輩に行きやすいの分かる。そうでしょう。あ、配信終わりましたね。みやおさん、お疲れ様。お疲れ様です。終わりましたね。
後輩に話しかけるのって私は気を使ってしまう。うん、私もそうなんよ。だから逆にもうなんか後輩とかも、まあひなことか七瀬とかゆうなとかそこら辺とかマジで多分中江のこと軽くなんていうの、友達っていう気持ちも入ってるかなぐらいラフに話しかけてくれるからまあそんな感じになりますね。後輩で仲良くなるってなったら、でも確かにさ、後輩なのにさタメ口で友達みたいに喋るのってさ、いるかな私。意外といないのか。あ、でもひなことかか。確かに人柄なんだろうな。意外といなかった。うん、話しかけてもらえると嬉しい。なんか相手からこう近寄ってくれるとやっぱ可愛いからね。最近それを感じて、そう、こっちからも歩み寄ったりとかするようになりました。まあ、考えすぎても意味ないなと思って。こんばんは。そういえば今日の朝昼地震あった？あったよね。今ふと思った。みんな大丈夫だったかな。今ちょっと思い出した。いきなり。茨城だったっけな。ね、地震ね。うん、なんか最近察し能力がすごくなった地震の。まあ私は人大好きだからね。あ、震度3か。チョーチャンネル大好きです、ありがとうございます。明日 YouTube 上がります。お待たせいたしました。明日上がりますので少々お待ちください。
かわいい、楽しみにしてくれてる人がいる。多分明日上がる動画をみんな楽しんでもらえる内容だと思います。ちょっとね、今年ちょっと12月はその YouTube の方をちょっと頑張ってやっていきたいなってちょっと思ってるので、その内容とかも多分ジオチャンネル見てる人はちょっと気づいてると思うんだけど、マジでネタがないくてやばいって思った時期があって、その時って結構なんか、まあ、内容薄かったり、なんかちょっとこう本当に私が出てるだけで満足してくれるファンは楽しんでくれるけど、それ以外のファンはんみたいな動画を上げちゃったりとかしてるぐらい本当にネタがなかった時期っていうのはあったんですね。でもまあコロナ、まあ、またちょっとね違うものが出てきてるけど、前ほどなんか外でご飯してダメですよとか撮影しないでくださいっていう感じではないから、まあ気にしながらなんだけど、だからなんかそのなんていうのかな、まあ、せめて内容、動画の内容とかもちょっとこうみんなが楽しんでくれるような内容を12月中は投稿できればいいなって思ってます。それをね続けるのはね、多分いつかまた同じようにネタがないよみたいな時が来るとは思うんだけど、まあそれはそれで楽しんでください。そう、語り動画とかね。でもね、そう、私のファンじゃない人とかも登録してくれたりしてたから、その人たちにとってはちょっとね、いつも楽しみにしています、あまり負担に思わないといいですね、ありがとう。ねえ、だからその次の目標はその5万人いくようにして、でまた次は10万人ってこう着々と目標をね達成していけたらいいなって思ってます。そう、再生回数っていうかこう見てくれてる人もね結構ねあるので、ぜひ過去の見てない人、見てない動画とかある人はぜひ見てください。運動する動画ね、確かに。あ、でも今ちょっと考えてるのはそのネモハモルーマの動画がすごく好評で、あれもメンバーがどうやって体力作りをしてるかっていうレッスン風景みたいなの見せたと思うんだけど、あれを多分ファンの人とかも一緒にやりたいっていう人もなんかコメントであったから、先生と一緒にこういう風に鍛えていけば、なんで体幹だったり、まあ、メンバーがねやってるそのメンバーと一緒なんていうの、メンバーとやってる
メンバーもやってる筋トレを一緒にやりながら、そのまあダイエット目的でもいいし、体幹ダンス、まあ、ルーマ踊りたいとか、そういうまあいろんな目的でもいいんだけど、まあそこにつながればいいなっていう、そういう動画も撮ろうかなって思ってて、あとは日にちとタイミングを見てるだけなので、そういろいろね、そういうところも考えてるので、それがあったらみんな多分さ、もう正月とかさあるじゃない。だからそれの時にこうやって見て、家でも見ながら一緒にこう、なんていうのかな、おうちトレーニングみたいな感じで、何回でもそういうのってさ見たいじゃん。私もよく見てるんで、ストレッチ動画とか、そんでもハモルーマやってるやつでやれたら余計にファンのみんなは楽しくできるんじゃないかなと思って、メンバーもこれやってんだから私俺もできるじゃろうみたいな感じで、そうやっていけたらいいなって。普通になんか、なんていうの、インストラクターとかトレーナーの人が言ってるやつじゃなくて、 AKB がガチでルーマを踊るためにやってる体幹とか筋トレとかをやって痩せようじゃないかみたいな、もうちょっと考えてます。お腹痛、お腹痛い、今お腹痛くなってきた、お腹痛い。そういうのがあったらぜひみんな見てね。できるじゃろう、じゃろう。また来てね。初期の動画見れるときに見に行ってありがとう。見てね。またドライブ動画。そうだね、ドライブ動画も撮ろうかね。そういうなんか Vlog みたいなやつも結構好評だったから。やろうかな。楽しみにしててね。何回も見てる、ありがとう。何回も見てね、ドライブの。本当になんかスタッフさんも見てくれて、あれ面白いっすねみたいな言ってくれてさ、なんかゆるっとした感じだったけど、そういう風に言ってくれて嬉しかった。AKB の冠番組減った、メンバーと一緒に数曲いいね。あ、そうだね。だから逆に千鳥のその YouTube で、まあ、番組っぽくやるのも、まあ、ありっちゃありだし、まあ、定期的にコーナーみたいな感じで作るやつもありだし、だからその3人で出かけたりするのを定期的にやったりとか、そういうのもありかなって。
会社で作った中佐のような印刷が、いやそうなのよ。だから本当に自分でいろいろやった方がいいなって思った。だからよかった。調理今日のミャオとのダンスの方、ありがとう。30分しかやってないの嬉しい。あ、優しい、ご立派です、だってありがとう。そうやって褒めてくれると私は伸びるので。頑張ります。本当にね、私マジで機械音痴すぎるし、 YouTube なんてこう常にさ動画回したりさ編集したりするじゃん。絶対やれないって思ってたんだけど、やってるじゃん。やれるんだろうなと思って。人ってびっくりよ。人ってやってみたら意外とできたりするんだなと思って。で、動画なんか機械は苦手なんだけど、動画作るのは嫌いじゃないなと思って。自分の表現、なんか表現することがやっぱ私すごい好きだから、動画作るのもさ表現につながるじゃん。自分をこういう風に見せたいとかさ、ここはこんな風にしてとか、なんかこう笑いの間とかさ、 BGM 止めるタイミング、入れるタイミング、チョイスとかさ、全部さセンスがさ問われてくるんで、自然とね動画を作るのって。で、自分がこういう風にしたいなっていうのもやっぱ自分のセンスでできるし、いうのは本当に楽楽だし、自分が見せたいような動画を作れてるから楽ですね。編集も凝ったものにしちゃうと常にさその動画の内容で作んなきゃいけないから、なるべく自分に負担がかからないぐらいの編集力でやってるんで。ちょい見たくてあの瞬間だけ配信見てた。優しい、ありがとう。どうにもできるんじゃない中で器用、器用なんかな。ショートドラマとかもね、ありだよね。最近ちゃんとねモザイクっていう処理の仕方ももう一人で完璧に覚えたんで、もう平気です。ありがとう。明日 YouTube 更新されるので、ちょっと伝えとくね。もうね、次の動画の編集もあとは BGM 入れてちょっとした直しをするぐらいなので、もうすぐできると思います。でも明日もちょっと早いので、マジでこんな配信してる場合じゃないんだけど、ちょっと
一日ね、お仕事なので、そうで明日もそのずんちゃんとのやつもあるんだけど、その前に一つ撮影してってやったりとか、結構ねいろいろ入れさせていただいてるんで、もう一頑張りしようかなって感じです。中の髪色にしたいな。何色って言ったらできるん？このカラーは私はあのブラックピンクのジェニちゃんになりたいって言ってしてもらいました。頑張ってだってありがとう。だから明日上がるので、あのチャンネル登録して待っててください。それではランキング発表していきます。明日もね夜配信できると思います。13位林さん、12位ビンゴ、47のドッキリ大成功です。11位がタンゴ、10位がマイコル、9位がベロニカ、8位が中西、マンジカイ、あと数の子参上、7位がコナシー、そして6位が一条寺光、5位がカズミッチ、おたけみっちみたい、4位がマーボー、3位が悟る岡田、2位がジーニアット千代しか、1位が王道アイドル千代よです。ありがとうございます。では明日ちょっとね、まあ頑張んないといけないお仕事なので、たくさん寝てちょっと体力をつけて頑張って、今お風呂も沸いてるので、お風呂で体をあったかくしてポカポカの状態で寝たいと思います。はい、ではちょっとね今ねいろんな心配がねある人もいると思うんだけれども、よし、私はちょっと変わらず頑張りますので、皆さんよろしくお願いします。じゃあみんなもゆっくり休んでね。よーぶーん、チャルジェヨン、止まんなよ、アンニョン、バイバイ、おやすみなさい、バイバイ、またね、明日の夜かな、バイバイ、ジオチャンネル楽しみにしててね。